東山トンネルは、愛知県の名古屋市畜作鏡池通りと名古屋市、名東区藤巻町の間にある名古屋高速2号、東山線の道路トンネルである。なお、東山トンネルと一体で建設された、四谷で入り口、高張 JCT 間の道路法定上の名称は、名古屋市道高速1号、四谷高張線である。東山トンネルは、 名古屋市東部地域と名古屋市都心部を連結する名古屋高速2号東山線の一部分を形成している。名古屋市の畜作と天白区、明東区にまたがる市内東部のトンネルで2号東山線の東側に位置する。起点の畜作鏡池通り4丁目は名古屋市道鏡が,が池線と接続し、同線の半地下道路と連結している。一方、 終点の名東区藤巻町は高架道路と接続しており、上り線は高張集約料金所をトンネル高校前に配置している。二号東山線は当初計画案では、若宮台通から広口実上バイパスの上高架構造で、東名高速道路名古屋 IC 直結で計画されていたものを沿線住民の環境面における反対運動によって高張 JCT 直結ルートに、 変更された。この変更過程で通過ルートとして選定されたのが東山公園である。東山公園一帯は人口密集地帯の名古屋市において数少なくなった自然林であり住居が点在する緑大きい丘陵地帯でもある。この地に高速道路を建設することから自然保護、生態系保全、景観保全、 騒音や排気ガス等の自動車公害を極力抑えるためにトンネル構造を採用した。また、名古屋高速における唯一のトンネルであり、都心環状線側は半地下区間と接続しているため、両区間を合わせると 5.5km にわたって地下道路が形成されている。トンネル区間はこのうちの東行き3 5 6 0ル 西域3190メートルとなっており、上下線分離構造の創設トンネルとなっている。トンネル区間西側ほぼ住宅街のもとを通過する。トンネル区間東側大胸東山、公園区域内を通過するが、新地高校にほど近い森林には民家が点在し、なおかつ低越地下降り区域である。トンネル区間のうち、地草丘陵と呼称される。 山岳地帯については山岳トンネル構造を採用し、名古屋市道鏡が磨いて線から山岳部への移行区間については改作トンネル構造を採用している。また、接続する吹上側の指導直下の区間は半地下式を採用しているが、これは車両火災の緊急時において天井に開口部のある半地下式の方が廃炎など安全面で有利との判断によっている。 都市トンネルであることから、渋滞時の排気ガス対策や火災時の影響などを考慮して合流換気方式を採用している。このため、トンネル幅は13から14メートル、高さは10から12メートルとして、これは全国的にも施行例が少ない大断面仕様となった。これを東行き、西行きそれぞれで設けた。 採掘場所の東山丘陵地域は軟質なみ固結の差質度、年性度で構成され、土かぶりが5から50メートルと浅く、なおかつ低度区間に民家が点在するなど厳しい条件が揃っていた。この条件下で経済面と付き合わせた最適な工法として山岳工法を採用した。別に2点の工法も検討し、うち一つが 実績豊富なシールド工法であった。シールド工法は、工費は高いが工期は短く、地表沈下に与える影響も少ない。しかし、シールド工法で安全とされる土かぶりの量は 1.0D とされ、新地工法にほど近い藤巻町周辺の土かぶりは 0.4D で極めて危険とされた。このため、別工法の併用で見積もった結果、山岳工法よりも割高となったことで、 シールド工法は見送りとなった。山岳工法はシールド工法と異なって工期が長いという欠点があり、経済面の配慮から工期短縮のために複数箇所の縦工を設け、そこから採掘を開始することとなった。また、同じく工期短縮のために老人ジ,ジェットパイル等の先、受け工及びベンチカット工法を組み入れることとした。この採掘計画を推し進めるタイミングで、 思考部の底部から2.7メートルの近い位置で、名古屋市営地下鉄名城線の延伸工事が交差する形で進められていた。さらにその直上には、多数の埋設物がある、名古屋市同四谷通線が横断することから、上下方向に対する沈下対策が要された。このため、側壁先進シルベコをあらかじめ掘り、そこから、脚部補強具位を打ち込んだほか、 パイプルーフ工法を採用の上沈下を極力抑えた。また、現場付近には名古屋大学があり、この研究施設では100万ボルトの超高圧電子顕微鏡が稼働していた。この電子顕微鏡は1万分の2ミリまでの極小物を観察できる反面、振動に弱いことから設置にあたっては必要十分な振動調査を行った上で据え付けた経緯がある。よって、 トンネル工事の振動が研究に影響を与えることがないよう、大学の要請を受けた校舎は、広報や作業時間帯に配慮した工事を行った。大学側は他にも、完成の暁には、地下走行する通過車両の振動に懸念を伝えてきたが、こちらは、顕微鏡のダンパー改良で対応している。トンネル構造であるため、排気ガスが外へ出られないことから、 強制廃棄のための換気所が設置されている。換気所、換気設備の規模を決めるにあたっては計画交通量の算出が必須である。まず、トンネルの防災等級は、トンネル距離と計画交通量72,800台、日から a 久級とされ、進行方向左側に福音を広めに取った防災用避難通路を設けている。この計画交通量から、換気は、 トンネル内天井に換気ダクトを、地上部に大規模な換気所を3カ所設置している。換気ダクトは天井にコンクリート製の板を設けて葬儀ダクトと排気ダクトに分かれ、葬儀は2つの換気所から送られ、他1つは葬儀専用とした。なお、天井板を設ける構造は、天井板崩落事故以前の笹子トンネルと同様の手法である。 崩落事故の後本トンネルにおいては緊急点検を実施している。なお、天井板についてはすでに撤去の方針が決定し、2019年2月3日より終日通行止めの上で撤去工事が始まっている。非常駐車スペースは500メートル間隔で廃され、トンネル全体で5カ所設置した。また、非常電話は100メートル間隔で設置した。非常時に、 消防車が反対車線に入るための展開路は5カ所となっている。2つの非常口の他に、東山換気所と緑橋換気所も、地上と階段連絡することで非常口としての機能を有し、進行方向右側に展開路検用の扉がある。その他、水噴霧設備、監視用テレビ装置、覚醒放送設備を設けており、これらを完成する指令所は当初は、 黒川交通管制室と緑橋施設管制室の連携でいったが2011年以降は黒川交通管制室に一元化した。最高速度は排気ガスによる培煙の影響で視認性の低下が懸念されたことやトンネル火災への対策も考慮して名古屋高速各線の標準的な最高速度よりも時速 10km ダウンとした時速 50km で設定している。 トンネル内両壁は、白系の着色鋼板または塗装として、トンネル内を明るくしている。高速1号線の東側ルートは当初予定された、四谷出入口名古屋 IC を廃止の上、1976年11月に、代替ルートとして、四谷出入口、高張 JCT に変更された。この変更によって、通過地域の住民は、 東山公園の自然破壊、排気ガスによる環境悪化の懸念から建設反対運動を展開した。ただし、変更当時は高張 JCT 接続の名古屋環状2号線の事業化が未決定のため、決定を見るまでは四谷伊藤は計画留保の上と死計画から除外、それにこして反対運動をも下火になった。ただし、留保の間も、 都市計画決定に向けた水面下の作業が行われ、換気塔から排出される排気ガスの環境への影響、気流等の観測データを採取の上、住民立ち会いのもとで説明会を実施した。その後、名古屋環状2号線専用部が事業認可を受け、高張ルート検討へのお膳立てが整いつつあった。ところへ、1987年11月の1号、 クスノキ線及び都心環状線の一部で半地下式から高架式に再変更する都市計画変更を受けて名古屋市は道路整備も新段階に入ったと判断その上で長年計画留保となっていた四つや高張間の再検討を開始すると表明したこれに伴って反対運動も再燃した住民側は換気所から排出される排気ガスが起伏の 多い当該地域の谷間に滞留することで、郊外増長の恐れがあると懸念を表明。これに対して校舎は、気流の実証実験を重ねて、疑念の払拭に努めた。また、東名高速と東名阪自動車道を直結する通過交通が、環境を悪化させるとの懸念も表明したが、こちらは、伊勢湾岸自動車道とヨタ JCT 四日市、ジャンクションの開通によって、 通過交通はそちらにシフトし、なおかつ豊田四日市開通以後に、四谷、高張間が開通することから、通過交通は入ってこない、と名古屋市は釈明した。しかしながら、住民側が特に不満を募らせたのが、なぜ緑大き東山公園をルートに選定したのか、選定するなら、国道153号直結ルートとする方が、合理的ではないかとの主張であった。 名古屋市はこれについて、153号ルートでは、名古屋環状2号線との接続部が大規模化して、建設困難と説明した。また、東名高速名古屋 IC に直結せず、高張り接続とすることは交通計画上不合理で、あるとの指摘については、地下鉄が通っていることから、建設不可との釈明を行った。他にも、 排気ガス抑制の観点からトンネル区間の最高速度時速 50km と予定しているがそれを守る車などあるのかという意見も出された様々な不満が噴出するも名古屋市は高張ルートが都市計画決定を進める上での基本となり得るとの考えを堅持して譲ることはなくまた吹き上げ四谷間のみが先行開通すると 四ツ谷近辺で大渋滞が発生しかねないとの懸念や国からの同時開通の要望もあって1976年の凍結以来15年の時を経て高張ルートの都市計画が決定を見た45メートルの高さゆえ目立つ換気塔。風地地区に立地するため景観との調和を図った先述したように換気方式は応流式を採用している 山岳トンネルでは縦流式、つまり汚染された空気を換気扇によって出入り口まで流す方式が大勢であるが、出入り口が市街地の都市では環境的に好ましい方式とは言えない。そこで東山トンネルでは空気をトンネルに対して直角方向に流し、換気所のフィルターで空気を浄化して排出する横流式が採用された。また、換気所には排出と同時に、 新鮮な空気をトンネルに送り届ける早期機能も備えている。トンネル上部が風地地区の住宅街であるほか、東山公園の区域内でもあることから、設置される換気所3箇所については十分な景観への配慮が行われた。換気塔のうち2つは排気ガスによる周辺住民への影響を避けるため高さを45メートルとしたが、視覚的には 圧迫感を感じさせないデザインとして景観に配慮した。残る一つは、高張川の高校中央に設けられ、背後の山と高校との調和を持たせている。また、地元住民は換気所の色彩に注文をつけたが、校舎は環境アセスメントによって、茶色と決定した経緯から変更は困難として、現状の色調に落ち着いている。なお、緑橋換気所については、 名古屋市からの指導を受け、巻きつる植物の植栽と壁面緑化を図るために土板パネルを採用の上、ヘデラで壁面を覆い周辺環境との調和を図った。1976年に凍結された畜作鏡池通移動の計画流法を解除するためには、環境対策や沿線住民の建設に対する理解が必要とされた。 校舎は1978年に45メートルとした場合の換気所から排出される気流の拡散実験等を行って地域住民に対して説明を重ね、流保解除を取り付けている。当該トンネルに危険物積載車両の通行制限は設けられていない。しかしながら四谷出入り口の建設工事の折に、 障害となる山崎川を暗渠として埋めた上で、出口付近の本線直上に流路を2本作ったことから、推定トンネルの指定を受けかねない状況になった。仮に指定になった場合、四谷出入り口は高張 JCT 方面との出入りができないことから、必然的に東山トンネル区間も危険物積載車両の通行ができないことになり、東西交通を円滑化する上で、 ネックになるところであった。校舎としては、仮に危険物積載車両が流路直下で爆発し、川の水が地下道路に流入しても、車中の人は施設外への脱出は可能との資料を作成し、推定トンネルの指定を回避している。当該トンネルの建設費用は、高架式と比較して、キロメートルあたり3倍に跳ね上がったため、召喚費用や、 サービスレベル維持のためには、通行料金引き上げもやむなしと判断され、650円から750円に引き上げられた。ただし、均一料金制の高速道路としては、国内で最も高くなることから、新長論が出され、値上げについては、四谷で入り口、高張 JCT 間開業の1年後と決定され、2004年3月29日に、値上げされた。 また、高張ルートへの変更に伴う影響として、名古屋高速から直通で、東名高速名古屋 IC に接続する場合と比べて、別途名に間の通行料金が発生する結果となった。ただし、2021年5月1日に、名古屋高速名に間が均一料金制から、大距離料金制に移行するため、ETC 社の場合は、この影響を受けなくなる。 2018年10月29日、愛知県警察はトンネル内で下半式オービスによる速度超過の取り締まりを実施。高速道路上で下半式オービスを運用した事例は首都高速に続き2例目、トンネル内では初。ありがとうございます。